はい、どうも、ケンです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、てなわけでですね、今回はですね、情報修正された後に、まあ、最も使われてるね、この4キャラクターのアタッカーで、最強アタッカー決定戦やっていきたいと思います。はい、それではですね、まずはレッドシャンクスからやっていきたいと思います。頑張っていきましょうか。はい、まあ、今回一応ね、レッドシャンクスに使っていくメダルがシャンクス3種でやっていきたいと思います。はい、まあこれでまあスキル1ね、スキル2ともにしっかりと短縮していくメダルになってるからね、まあ結構ね、今の環境にまあぶっ刺さりかなと。はい、まあやっぱり吹っ飛ばしてスキル1短縮のシャンクスメダルはマジで強いよね。さあ、でことで、まあとりあえず、まあこれで後分になってくるのかな。はい、さあとりあえずここでケチョンケチョンに、はい、オッケー。さあ、で吹っ飛ばしたい。あー、まとめて入らんか。いや、お互い避けていく、マジか。いや、でこれもう吹っ飛ばない吹っ飛ばなかったらもう俺は帰りますまあまあチャンス伺って、まあ、スキル1ぶち当てていきたいところなんですけども、まあできたらちょっと3分耐久もしたいんでね。さあ、でもう軽々吹っ飛ぶキャラが今回いないのはちょっと辛いな、これ。はい、さあ、でニカもね吹っ飛ばないからな。さあ、でマム狙いたいんだが、あー、マム奥で隠れてますね。いやー、ちょっと待って、これニカを、とりあえずここ、うわもう敵不足なんで俺は帰りますよし、もう帰りましょう。んーで、まあさ、この敵ブースト終わってからちょっと頑張りましょっか。あぶねえなあぶねえけど、お、マム詰めてくるか。お、吹っ飛ばしチャンス。さあ、吹っ飛ばしチャンス、はいはい、ゴリゴリ来てるけど、ワン、ツー、はい、オッケー、はい、ワン、はい、ワン、はい、はい、で、よいしょ。うん、吹っ飛ばんのかい吹っ飛ばんのかい。さあ、まあこの階段の判定いまいちよくわからん未だによくわからん。当たるときと当たらんときあるからな。さあ、で敵ブース終わったね。さあ、こっからよ。さあ、で味方が一人奥行ってくれてる、カイドウが。ってことはそのままいただく、はい、オッケー。それはおいちいね。さあ、んでここは、はいはいはい、まあ2かここに留めておきたいね。裏攻めてくれてるんで、あ、でもあれだね、あ、味方変えてくれたね。よし、じゃあここ殲滅しよう。よいしょ、オッケー、ナイス。さあ、これで取り切れるか。あ、ナイス、バジランガン。じゃあ逃げちゃう、逃げちゃう。はい、流星火山、はい、オッケー、オッケー、はい、オッケー、オッケー、オッケー。痛いけどブースト前でよかった。さあ、ここちょっと怖いな。んで、はい、オッケー、よいしょ、オッケー、ナイス、ワン、ツー、オッケー、スリー。んで、はい、ニカバジランガンあるからちょっと怖い。うわー、もうすぐ撃たれてしまった。で、はい、ニカが、はい、ここで、はい、シュン、はい、で、ここ、オッケーです、はい、で、ワン、ツー、はい、ウタちゃん、まずオッケー。んーで、いや、もう、たまりきったね。いや、オッケー、はい、で、ワン、よいしょー、はい、ワンパンです、ということで、はい、はい、はい。さあ、結局、殲滅できたね。よかった、よかった。さあ、やっぱ、ブースト中、えぐいな、シャンクス。相変わらず、バゲモンですわ、このキャラクター。はい、オッケー、よし、で、ここ、はい、オッケー、ありがとう。はい、それではですね、続いてはクラッカーやっていきたいと思います。と言えばですね、隣にレッチいますね久々にマッチしました。はい、ということで、まあ頑張っていきたいと思います。さあ、で今回まあ守り2かしか、2か1枚しかいないんでね。まあとりあえずシーハトのフォロー、いきたいと思います。さあ、まずまあキドロと2かやな、これ怖いな。さあ、で、はい、ここで、はい、オッケー。からの、はい、よし、ビスケットへ。さあ、怖いのか、よいしょ、オッケー、ナイス。で、バジランクガン怖いんだが、うん、オッケー。あれ、ならん。ならへん、ならへん。で、ここ守っていこう。さあ、とりあえず、ニカが来るまで。はい、オッケー。で、ワン、ツー、はい、オッケー、スリー、オッケー。さあ、で、そこ、うわー、雷が痛い。あー、オッケーオッケー、ありがとう。踏んづけるかな、バジラング。あー、ナイス、オッケーオッケーオッケー、ここ溜め切れた。じゃあ今度ここ溜めよう。さあ、で2回いる、はい、オッケー、トゥ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 、あ、痛い痛い、俺もトゥトゥトゥされる。オッケー、からのラプツェル、あぶねーあぶねー、死ぬとこだった。あー、で初期博多2回帰ってくれたんか。じゃあここ溜め切った、ここをフォロー入ろう。じゃあ、いいですね、いい協力がみんなでできている。さあ、ナイス、シャンクス。んで、こちらニカ何もしてこない。さあ、とりあえずブーストがもう少しでかかってくるから、ちょっとね、 HP がやばすぎる、マジでやばすぎるから。
さあ、ちょっと待って、もう少しで、もう少しで、もう少しで、待ってて、待ってて、待ってて。はい、行きましょうか。あのニカを潰しに行きましょうと。さあ、で、まずはこれで、目くらましからの、はい、オッケー。で、ワン、オッケーナイス。よし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 。さあ、ここはどんどん握っていきましょう。で、いけるかな？いやー、ちょっときついかな？やっぱ取り切れんか？さすがに。さあ、そこで、まあ、レッチン頑張ってますね。ああ、一人で頑張ってる。オッケー、さあ、ここ取り切れた。オッケー。はい、よいしょ。さあ、ここの門番とかそうか。で、はい、よし、目くらまし。はい、オッケー、からの、目くらまし。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ここからラプンツェルで決めていこう。オッケー、かぶっていく。さあ、で、あ、ニカ向こう行ったね。さあ、スキルなかったから、ちょっと怖かったんだが、真ん中、やばい？いや、ナイスニカ、ナイス。で、さあ、とりあえずここの3点だね。いや、そっちフォロー入った方がいいかな。いや、どうだろう。いや、キドロ来てるわ、あかんな。はい、それは大丈夫。オッケー、ワン、はい、トゥーからの、はい、オッケー。あえー、あ、そっか、これ貫通や。はい、はい、はい、からのラプンツェル。やっぱやばいわこいつ。おナイス、ニカ大活躍。さあ、ここはあと最後まで守りきれるでしょうかというところなんですが、はい、あのカイドはワンチャンラグナラクで飛びそうですね。さあ、あレッチン来たね。はいはい、ぐるぐる一緒にぐるぐる、あ、一緒にぐるぐる。一緒にぐるぐる、一緒あ。はい、ありがとう。はい、続いてはですね、肩くりやっていきたいと思います。赤肩くりはね、もう今の環境ニカを最速で倒せるキャラじゃない。はい、まあ、それでね、まあ、情報修正もうマジで神修正だったと思う。ってことでさあ、まあ、今回キドロもニカもいるんで、ちょっとゾロは正直やりたくない。ゾロは嫌なんで、あー、でもキドロ裏取り来てるな。じゃあここはしっかりと、あー、やっていかないと。はい、オッケー。あ、ごめんなさい。あ、もう死にそうです。はい、これ当たってくれん。無理でした。はい、オッケー、ワンツー、オッケー、ナイス、オッケー。はい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 、あと2発、あと2発か1発で死んじゃうよ。あ、オッケーオッケー、回復していいよ。はい、オッケー、ワンツー、あ、オッケー、ナイス、はい、ワン、はい、からのワン、オッケー。はい、肩くり最強、超フェス。いや、マジで肩くり対面マジで余裕こけない。まあ、ゾロぐらいじゃないかな。まあ、あと、まあ、うたちゃんとかね、青山ととかも全然有力なんですけども。さあ、とりあえず、ちょっと待って、ここを一旦貯めてくれてるから、さあ、で、あ、ニカいますね。はい、で、ここではまずは通常一発撃ってからの、はい、スキル。オーケー、はい、何、はい、オーケー、ナイス、はい、これでとどめ。オッケー、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 はい、ワン、ツー、いいだ、いや、行く、行く、敵ブーストじゃないの、パンクじゃびれ、え、そんなことある、ワンパンなの、カタクリ、え、それちょっと初めてなんだが、マジか。さあ、とりあえずもう、え、終わり、終わりか、あ、あ、終わっちゃうのこれ。ああ、ありがとうございます。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、いや、てか今回ニコが味方にいないですね。はい、ということで、さあ、もうゴリゴリちょっと取られたらちょっときつくなってくるから、でもそれを勝っていくのが、切り開くのが、そう、エンマゾロです。はい、ってことで、お、エンマゾロナイス。んで、お、ちょ、どうした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 、エンマゾロ突っ込んできてく突っ込んでくれてるで。まあ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 、さあ、どこ行くの、あー、行くのね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ということで、まあ、とりあえず、もうちょっと、さすがに全落ちが怖いから、まあ、ここでオッチンしておきましょう。さあ、まあ、スキル来るやつをしっかりとジャスト回避して、割合ダメージをぶち込んでいくのは、はい、オッケー。あ、あれ当たらんねんね。さあ、とりあえず、ここ2個あるけど、オッケー。はい、さあ、とりあえず、ここ、あー、まとめて入らんか、ちょっと待って。はい、からの、シュルン、はい、まとめて、オッケーナイス。で、まずは1体ずつやっていきたいね。よし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 。はいはいはい。それやれそうだな。その、ね、オッケー。で、赤い使ったよ。いや、ナイスナイスナイス。はい、で、こっちのは、はい、それ使ったら、はい、オッケー。よし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 、殲滅。
はい、ということでここゲットかな。あ、上も、あ、上もやん、ナイスすぎる。さあ、ちょっと待って、カイドウ、ブーストの無敵は嫌。はい、ここからのコール。うわーくっそ、いやーららららら。はい、ということで、まあ、OK、ナイス。うん、OK、OK、OK、ナイス、回復の消してくれた、でかい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 、ありがたい。さあ、で、とりあえずこっちのブースト来るね。で、はいはいはい。よいしょ、よいしょ。おー、ナイスナイス、オッケー、ありがとう。さあ、で、裏だな。よし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 。はいはい、これはちょっとやばいな、間に合わんかな。あー、間に合わん。はい、ここ、オッケー。まあ、もうこれとトリガーでいいや、オッケー。で、ワン、ツー、相からの、シュルーン、オッケー、ちょっと回復できたね。よし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 。さあ、ここ取っていこう。で、ちょっと待って、これすぐ下行かな、やばいな、3人来てるな。ちょっと待って、ここ一旦降りよう。さあ、んでかかってきなさい。さあ2か、はい、 OK。 んで、どうする。んで、あー、それはさすがに無敵で逃げます。さあ OK。 んで、シャラララン、 OKOKOK、 はい、2か殲滅、 OK。 あ、どこ撃ってんの俺。ありがとうございます。よしよし、はい、 OK。 あ、これは食らうんや。あ、さっきの2個食らわんかったのに。ちょっと待って、よしよしよし、そこの階で落としておきたい、飛ばれるめんどくさいしな。はい、え、どっち、え、双子、え、どっち、双子ですか。どっちかわからん。はい、オッケー。あ、こっちね。俺そっちかと思った。あ、ナイス。さあ、最後はもうここで守っていこうか。はい、オッケー。んで、はい、からのシャラララン、オッケー、ナイス。んで、はい、よよ、ナイスナイスナイス、オーケーオーケー。ニカがいなくても勝っていけれる、エンバゾロがまさにやっぱり最強か。てなわけでですね、まあ4キャラクターまあ使ってやっていったんですけども、まあ今回情報修正来た、まあカタクリとそしてクラッカーがやっぱりね、めちゃくちゃ強くなってる。で、まあね、既存のね、最強アタッカーのゾロ、そしてですね、レッドシャンクスってなってくるんですけども、まあ皆さん的には何が一番今の環境、使えてきますかっていうのがね、まあぜひともコメントいただけると嬉しいかなと。で、やっぱり個人的に、やっぱり一番はね、これだわ。もう使ってね、なんかやっぱ安定するっていうのもそうだし、で、やっぱりね、攻守ともにやっぱ長けてるかなと、いうふうに思います。まあ、ゲッターの対処と、あと、ニカ対処ですよね。で、やっぱりゾロ来た時に、しっかりとゾロで見てあげれるっていうのが、やっぱりね、現環境最強アタッカーかなと、いうふうに思います。ただね、やっぱりね、この情報修正されたクラッカーの、マジね、ビスケット兵、ガチでうざい、これ。本当に、ダウンしてる時のクラッ、あの、ビスケット、マジでやばい。で、やっぱり、瞬殺系はね、カタクリ。の2かをね、もう瞬殺したい人はもうこれだよね。もうこれだわ。マジでこいつやばい、火力が。はい。で、まあ、レッドシャンクスはね、相変わらず、ワンパンマンとしてね、今田君にしてると思うんですけども、まあ、トータル見てね、やっぱりエンマゾロが一番ね、使いやすいプラス、まあ、攻守ともに、長けてるかなと、いうふうに思います。はい。てなわけで、ぜひとも皆さんもコメントください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。